こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は株式投資のお話です。まあね、株に興味のない方はスルーしてください。今、まあ世界を旅行しながら暮らしてるわけですけど、まあそうするとね、この国はまあ成長するだろうというようなね、確、え、信、ー、を持てるような国がまあいくつかあります。まあその中の一つ二つで、 タイとベトナム。まあ、どっちを見てもね、えー、まあこの、この人のエネルギーというか、もう建設ラッシュというかね、まあからさまにまあ成長するんだろうなという気はするんですけど、まあちょっとね、えー、じゃ成長する国のまあ株を、まあ、全投資、ね、全投資というかまあ全銘柄を買うのは大変なんでね、えー、インデックス株価指数を買えばまあ儲かるのかなと。 まあちらっと思ったんでね、ええ、まあそれを調べてみました。そういえばアマゾンもね、オーストラリア進出して、オーストラリアも過去20年間で、まあ経済成長したと。まあタイやベトナムも、まあここ10年ぐらい成長してね、まあ今後もしばらくはまあ成長するだろうというのをひしひしと感じます。まあただね、株価チャットを見ても、まあ一応成長はしてるんですけど、まあ過去20年の まあ成長実績をそのまま反映してない気はすると、まあ、それはどうしてかなというふうに考えてみました。まあ、ちなみにこれはオーストラリアですね。まあ、オーストラリアは過去30年、ある程度規模が大きいんでデータが出てるんですけど、えー、30年前はね、株価指数が1003だったものが、今は6000と、約6倍になってますね。まあ、これはまあまあ実態を反映してるかなという気はします。で、タイ。ねえー、タイは過去、 10年、えー。過去10年で、まあ、900から始まって1800ですから約倍になっていると、ね。10年で倍程度かな。なんかも,もっと成長しているような気がするんですけどね。でベトナムに至っては、ねえー、2007年に、えー、確かスタートしたんですけど、その時と今変わんないと。まあ、下がったとこから考えたら3倍になってますけど、まあ、スタートしてドーンと下がっていると。 ね、スタート時点にやっと戻ったぐらいです。でどうしてかなと考えたときに、まず、やっぱりね、タイとかベトナムっていうのは、まあ、経済規模がまだちっちゃいんで、まあ、自力でそのインフラ整備とか金のかかることができないと。そうするとね、海外が借款つけてね、海外の企業が建設するとか、そういう形になってきます。まあそうすると、もう、 海外のゼネコンランキング、えー、見るとですね、えー、中国が上位を独占していると。まあ、だから中国がね、あれだけ結びつきが深いんだろうなという気がします。まあ、それと、まあ、株式市場の時価総額、ね、見るとアメリカがやっぱ圧倒的に大きいわけですね。ニューヨークとナスダック分かれてますんでね、これを合わせていくと、まあ、大体世界市場の株式市場の半分はアメリカと。 あとは日本が続いて、えー、上海、ヨーロッパとあるわけなんですけど、えー、この上位10カ国で76.82%、ねえー、約4分の3はこの、えー、上位10社、10社じゃない10、10カ国でもないね、国が重なってますからね、アメリカ、日本、中国、日本が続いてないですね、そうですね、中国の方がでかいですね、全然ね。 でヨーロッパ、カナダ、ヨーロッパ、ドイツ、でインドとなるわけですね。で株式、えー、時価総額、ね中国、アメリカ、中国、日本、ね、香港、フランス、カナダ、ドイツ、インド、スイス、オーストラリアと続くわけですけど、アジアで2番目に大きいタイ、ねえー、このもう、 細くなっちゃって、ちっちゃく可愛くなっちゃってますね。で、えー、ベトナムも、これもうベトナムが1000になっちゃってますね、これね。で、どれぐらいの時価総額かっていうと、タイで48兆円、で48兆円っていうと、ころアリババグループが51兆円ですから、アリババグループ1社とタイ全部合わせて、えー、アリバモノはでかいと、ね。アマゾンに至っては56兆円ですから、もうすでに1社でタイよりでかいと。で、トヨタ。 が23兆円ですから、トヨタ2社分がタイの全部の時価総額なわけですね。でベトナムに至っては、えー、7兆8千億円と、ね。これに近いのが、えー、三井住友フィナンシャルグループが6兆9449億円、ねで。ベトナムを走りまくっているホンダの時価総額が7兆円。ね でベトナムで広告を見かける代金の時価総額が3兆9000億円と、ね、代金2社の方がでかい、ね、ホンダの方がでかいというか、か、えーえー、ホンダがほぼ、ね、1社で、ベトナム全部の株式市場と一緒という形ですね。まあ、そうなると、まあ、成長してもその果実は大海外大企業、あるいは外国にほとんど流れてしまうと。でそして時価総額が小さいんで、実態を反映しない効果価になることがある。 ね、ベトナム証券市場がオープンしたときね、そういえば野村あたりも投資してたような気がするんですけど、もうすでに一社で集めたお金でね、その証券市場の全部買ってもお金余っちゃうぐらいの規模になっちゃいます。この二つの事実を考えるとね、安直な投資は危険だなというふうに考え直しました。投資しときゃね、成長たら増えていくのかなと思ったんですけど、そのブームで上がってるのかどうかというのもあるし、 その例えばタイなんかセブンイレブンだらけですけどね、今ね、セブンイレブンっていうのはね、まあ、当然のことながら、元アメリカで今や日本のイトーヨーカドー、セブングループが持ってる企業ですから、まあ、利益の結構な部分が日本に行ってしまう、ね、日本に来てると。で、建設インフラなんかも、まあ、中国企業が大体受けてますんで、まあ、中国のね方に流れてると。 そういうのを考えるとね、えー、成長したからってそれがそのまんまその国の企業とかその国が潤うわけではないし、あと海外がね、海外の企業、あるいはね、海外のどっかファンドがブームで買ってたらね、その資金が引き上げちゃったらね、えー、ガクッと下がると。まあ当然ね、えー、ベトナムだタイだというところには中国がかなり深く入ってる。これを考えると、 まあ中国の資金が引き上げちゃったら、えー、もしかして下がるのかなとか、そういうのを考えると、うん、まあ、カツンといくんじゃなくて、余裕資金でドルコスト平均法ね、ね毎月同じ定額ずつ買って、えー、高いときはちょっとしか買えないけど、安くなったらいっぱい買えるというような形でね、長期投資するのが無難かなというふうに思いました。まあ、株式投資、まあ、全然興味のない方はどうでもいい話なんですけど、まあ、えー、 成長してない国でね、上がっていく株をなんとか見つけて頑張るよりは、えー、その成長していく国でね、えー、成長にかけた方が、まあ、上りエスカレーターに腰掛けてれば上がっていくという形でね、えー、よろしいんではないかということでね、えー、不動産投資は成長していく国に、成長していくアジアの国に、まあ、ちょっとね、えー、長期、 住むとかね、暮らすっていうのは私には合わないみたいなんで、まあ、株ぐらいでいいのかなと思ったんですけどね、株もそういうふうにね、市場がちっちゃすぎると受給関係で崩れてるし、果実の大部分は結局ね、海外の大資本に行ってしまうと。一方、じゃあ海外の大資本の、ね、株を買えばいいのいいのかという気もしますけど、逆にその セブンアイ・ホールディングスとか伊東洋華堂から見たらね、えー、タイが成長して、えー、店舗をどれだけ増やしても、それに対する影響の、えー、営業利益に対するね、えー、光景っていうのは、それほど大きくない。むしろ本国、ね、アメリカなり日本で、えー、ちょっと調子悪くなったか、その方が全然ね、ダメージがでかいというのを考えるとね、そのタイだのベトナムに投資することによって儲かる企業は、逆に今度規模がでかすぎてね、 うまく成長うまく投資が回収できたとしてもあんまり儲かない。なかなかそう考えるとね単純な転売と違って株式投資というのは考える方が多くて難しいなというのをねちょっといいとこ見つけたったなと思って投資前に再チェックと思ってチェックしてたらねそれほど喜んでかけるのは危険だねというふうに考えを。 ちょっとトーンダウンしました。そんな形で、えー、たまにね、株の話とかは私あんまりしないんで、まあ、好きなんですけど、好きでやってたんですけどね、えー、結論として株式投資は難しいという結論になってしまったんでね、あまり話さないですけど、ただ、成長してる国に投資するなら面白いかなと思ったけどね、またよ、成長していくってことはね、今現在はまだちっちゃいんだなと。今の世界の、まあ、 株価,株価を構成する要素を考えると、成長がそのまま、すなわちね、株価に反映して儲かるとは限らないんだろうというふうにね、えー、思いました。まあそんなこんなで、まあ、えーまあ、基本的にね、株式投資、これどうでしょうかと言われたら、うん、転売のは硬いですねという形なんでね、えー、余裕資金余ってるけど、えー 転売で仕入れもめんどくさいし、投資もやってみたいという人には、言う人以外にはね、あまり投資はおすすめしません。という形で、何の話か分かんなくなってしまいましたけど、美味しい市場だなと思ってもね、調べてみると、そうでもないということもあるというのがね、株式市場なんかではよくあります。ビットコインとかよりははるかに賞賛高いし、安全だと思いますけど、それでもね、投資は よく理解できなかったらやらない方がいいと。えー、成長するところに余裕しき寝としすると思うからならわかると言うんであればね、対、えー、ベトナムは割とおすすめですというお話でした。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。